さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。今年の夏も暑いね。悪い青い、手つないでたら暑いよな。話すわ。ううん、手はつないでても暑くないよ。無理すんなよ、手汗もかくし暑いだろ。そんなことないよ、むしろその、はあ、まだまだ素直につなぎたいなんて言えない。なんだよ葵、もしかして手つなぎたいのか。葵がお願いしてきたらつないでやらなくもないけど。もう白崎くんは意地悪なんだから。でもそういう白崎くんのちょっと S っ気あるところ好き。なんだったら沼。てかさ、マジで暑いし、ちょっとカフェで涼んでいかね。あー涼しい。あれ、もしかしてあれってタイガたち？よ、お前ら、まさかここでばったり会うなんてな。お、傭兵と会長さんじゃん、こんにちは。タイガ、もう生徒会長さんじゃないだろ。これがリア充特有の友達の前でも決して手は離さないってやつでやんすか。うっ、戦闘力高し。それにしても傭兵くんと会長さんは卒業後もしっかり仲がいいでやんすね。ほんとだな、傭兵は少しやんちゃで不良っぽいところあるけど、会長さんはすごく真面目なのにあんなに相性がいいなんてな。そう思うと恋愛って付き合ってみないと分かんないことたくさんあるよな。そうだぞタイガー、付き合ってみないと分からないことがいっぱいあるんだから、俺とお試しに。リュウジくん、タイガ氏は既婚者でやんすよ。ごめん傭兵くん、ちょっと電話出てもいい？お、いいぜ。タイガたちに聞こえるように俺のこと好きって言ったらな。あーダメだ、沼すぎる。好き。あれ、生徒会の後輩たちからだ。どうしたんだろう。はい、もしもし、どうしたの？会長、お忙しいところ申し訳ございません。実は少し相談がありまして、もしよろしければ生徒会室に顔を出していただけないかなと。ちょっと、私は卒業生だよ。学校には入れないよ。それは大丈夫ざます。私たちの方から学校には申告しておきますので。俺も久しぶりに学校入りてえな。そういえば当たり前だけど、卒業してから高校に一回も行ってないな。久しぶりに思い出の宿直室を見てみたいでやんすね。なあ葵、俺たちも入れるように頼んでくれよ。もうしょうがないな、わかりました。うお、久しぶりに見たな宿直室。何も変わってなさそうだけど。懐かしいな、ちょっと前までは俺たちも高校生だったんだよな。タイガ、好きにしていいぞ。ダメだ、こいつは高校の時から何にも変わってない。それじゃあ私は隣の生徒会室に行くから、傭兵くんたちはここで待ってて。 OB なのに大変だな葵。ほんとそれ、手のかかる後輩たちだな。みんなどうしたの、急に呼び出して。会長、来てくれたんざますね。実は会長、私たち生徒会じゃ解決できない問題が起きたんです。何何、どうしたの、何があったか詳しく聞かせて。会長、この高校って昔野球部がすごく強かったのを知ってますか？でもいつしか野球部員がどんどん減っていって、廃部寸前の野球部になってしまったんです。それで数少ない残った部員たちが甲子園出場を目指していたらしいんですが、結局部員が集まらずで。確かにうちの野球部は今はあんまり盛り上がってないっていうのは知ってるけど、それがどうかしたの？問題はここからざます。夏休み中部活に励んでいる生徒たちが、放課後だいたい夕方以降ですかね、野球部のグラウンドで変なうめき声や変な人がいるっていう噂があるんです。何それ、先生たちに言った方がいいんじゃない？それが先生たちにも伝えたんですが、特に放課後何も起きてないって。それで困った生徒たちが生徒会によく相談に来るようになったんです。何が起きてるかわからないけど、生徒会のメンバーみんな女子生徒だし、もし変な人が襲ってきたりしたら危ないし。そういうことだったら俺たちも手伝ってやろうか。どうせあれだろ、夏休み中暇な生徒がいたずらしてんだろ。先輩として俺たちがきっちりお仕置きしてやんねえとな。それは助かります、ぜひお願いします。傭兵くんたちがいるんだったら私も安心かな。よし、それじゃあ夕方以降その野球部のグラウンド見に行きますか。つーか、なんだよこれ、
俺たちがちょっといない間にやけに学校の中様変わりしたな。あの奥にあるのが俺たちが知ってる野球部のグラウンド？なんでもここの理事長が野球好きらしくって、野球部をまた復活させて盛り上げたいらしいよ。もしかしてそれが今回の事件と何か関係あるのかな。とにかく早くグラウンド行こうぜ。うわすげえ、マジで野球のスタジアムじゃん。これここで甲子園やる気かよ。相当お金をかけてるでやんすね。最初からこれぐらいしたら部員もすぐ増えそうでやんすが。あれ見て、野球部の人がいるよ。今はもうほとんど部員はいないって聞いてたんだけど。もしかしたら他の生徒が勝手にここの野球場使ってんのかもしんねえな。まったく手間取らせやがって。注意しに行こうぜ。あのすみません、ちょっとお尋ねしたいんですが、あなたたちはいつから野球部に所属してるんですか？うわ、野球、野球。下がれ青い、なんかこいつらヤバそうだぞ。おい傭兵、見るからにこいつら人間じゃねえぞ。タイガシ、ここは早く逃げた方が。ひー、まさか他にもいるでやんす。やめろ、俺が相手だ。おいリュウジ、気をつけろ。うっ、タイガ、こいつらすごい力だ。俺でも抑えるのが精一杯だ。それでも互角に戦えるリュウジすげえ。もうダメ、私たち食べられちゃう。タイガ、どうする？もうやるしかねえぞ。やるしかねえって、こんな奴らどうやって相手にするんだよ。しかも数も多いし。おい、お前ら卑怯だぞ。野球で勝負しろ、野球で。う、野球。タイガ、動きが止まったぞ。あいつら野球したいのか？そうだよ、スポーツマンだったら正々堂々スポーツで勝負しろ。野球する。タイガシ、どうやら本当に野球で対決することを向こうは望んだみたいでやんすよ。とにかくやるしかねえ。みんな頑張るぞ。タイガ君たちって誰か野球の経験はあるの？いや、誰もない。拙者なんてスポーツとは程遠い世界にいるでやんすよ。おは、どう考えても無理だろ。早すぎて何も見えなかったぞ。っていうか顔面でキャッチするんだ。タイガシ、こんなの無理ゲーでやんすよ。タイガ、次は俺がやる。いや、むしろ俺しかいないだろう。リュウジ、頼んだぞ。はっきり言って今回ばかりは自信がない。なんてったって野球経験はほとんどないからな。もしこれで負けちゃったら私たちどうなるんだろう。リュウジ、頼む。ダメだ、絶対に無理だ。あんなの打てるわけない。リュウジ、勝ったらチューしてやる。なんだと。うわあ、負けた。甲子園出たかったな。うわ、なんだ、視界がぼやけて。あれ、元に戻ってる。あの人たちもいなくなってるよ。一体何だったんだあいつら。もしかして過去にここの野球部に所属していて、部員が足りなくって甲子園に出れなかった人たちかな。その人たちの怨霊がここのグラウンドに住み着いているのか。でももしかすると今野球で勝負したから彼らも満足したかもしれないでやんすね。そうだな、それだったらいいけど。つうかリュウジ、お前ナイスすぎだよ。タイガ、お前本当だな。約束は守れよ。何のことだっけ。ふざけるなタイガー、俺の甲子園はまだ終わってないぞ。この試合絶対勝たねえと。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。